トロギルは、クロアチアのスプリトイコールダルマチア軍の港町。アドリア海に面する。トロギルの町は、クロアチア本土とチオボ島の間の小さな島にある。スプリト市の27キロ西方にある。1997年、こ都ト,トロギルは、ユネスコ世界遺産に登録された。紀元前3世紀、ビストーからやってきたギリシャ人植民者により、植民地、 トラグリオンが作られ、大きな港として発展していったが、それは古代ローマ時代までであった。サロナの急な繁栄によって、トロギルの重要性は低下した。スラブ人の移住が始まると、破壊されたサロナの市民は、トロギルへ避難した。9世紀からトロギルは、クロアチア王国へ侵入するようになった。トロギルの主教区は11世紀に創立され、1107年には、 ハンガリー及びクロアチア王カールマーンによって特権を与えられ町として自治権を授けられた。1123年サラセンジによって町全域が征服されほぼ完全に破壊された。しかしトロギルは短期間で被害から回復し12世紀と13世紀には力強い経済繁栄を見せた。百四十二年ハンガリー王ベーラ四世は モンゴル帝国の侵入から逃れトロギルへ避難した。13世紀と14世紀、トロギル市民によって最も多く、領主に選ばれたのは、シュビッチ家のものであった。ムラデン三世は、トロギル聖堂内に残る墓碑名によると、クロアチア人の盾と呼ばれ、シュビッチ家を代表する人物の一人である。1420年、長く続く、ベネツィア共和国支配時代が始まった。 1797年にベネツィアが崩壊するとトロギルはハプスブルク帝国の一部となり1918年まで支配された。ただし1806年から1814年の間だけはフランス軍に占領されていた。第一次世界大戦後トロギルはクロアチアと共にスロベニア人、クロアチア人、 セルビア人国の一部となり、その後ユーゴスラビア王国の一部となった。第二次世界大戦中、トロギルはイタリアに占領され、1944年に解放された。その後ユーゴスラビア社会主義連邦共和国に属し、1991年から独立したクロアチアの一部となった。トロギルは2300年にわたって続く。 植民都市としての伝統で人々を魅了してきた。豊かな文化は古代ギリシャ、古代ローマ、ベネツィア共和国の影響から生み出されたものである。トロギルには小さな島の中に、宮殿、教会、塔が多数、そして要塞もある。トロギルには、アドリア海沿岸のみならず、中央でも最も保存状態の良い、ロマネスクイコールゴシック建築群がある。中世から続く。 トロギルの中心部は城壁で囲まれ、城、塔、住居、宮殿など、ロマネスクからゴシック、ルネサンス、バロックといった様々な時代の建物が保存されている。トロギル最大の建物はセーラウレンティウス教会で、その西正門はラドバンによる傑作であり、同時にクロアチア国内で最も顕著なロマネスクイコールモシック様式の作品である。主な見どころは、 以下の通りである。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。観光業がトロギル周辺の経済において最も大きな要素を占めており自治体予算の50%を支えている。ホテルと民宿は合わせて2万ベッド以上の収容力を持っている。周辺地域の人々は伝統的に漁業と農業に就くことが多い。 最大の産業は造船業である。20世紀初めに作られたトロギル造船所は、同時に5万5000トンの船2隻を建造できる。1990年から2004年の間に、93隻の船が、この造船所で作られた。トロギルは、スプリト空港から6キロ離れており、定期バスが空港都市の間を運行している。将来、スプリト郊外鉄道が空港と、 とろぎるまで延長される予定である。ありがとうございます。